どうもこんにちは。即歌塾の久保です。いや、新春と言いますかね、新しい年が始まりましたけども、なかなか私たちにはね、あの春の暖かい風が吹いてこないんじゃないかなっていうところがあります。で、私の運営する速歌塾では、あの、様々なね、実績を出された方とか、これから有名になって稼いでいきたい方ね、まあ、こういった自分の目標を持ってる方とか、目標を掴みつつある方、掴んだ方、こういった方をゲストにお招きして、ズーム対談っていうのはね、 月に1回ほどやらせていただいてるんですよ。でも今年でこれ3年目ぐらいになるんですけども、実は以前はね、こういうの盛んにやってたんですけども、なかなか私がね、家庭を持つと、たびたびやるわけにもいかなくなったんで、まあ月に1回ぐらいのペースがいいかなと。年間で10人から、まあ多くてね、12、三3人の方を紹介できればいいかなと思っております。で、1月、年があらったまってなんですけども、以前からお話しした通り、速乾塾の入塾をされて2ヶ月ほど経つね。 品田直彦さんという方がいらっしゃるんですけども、この方とズーム対談をすることになります。この品田さん、自ら YouTube を開設して放送しているんですけども、自らが生活保護の受給者であるってことをカミングアウトしながらの放送なんですよね。で、その生活保護を受けている状況でも、きちんと稼いでいけるんだってことこれから多くの方にお知らせして、励みになってもらいたいということらしいですね。まあ、つまり、 品田さんが活動して稼ぐことによって生活保護とかあと低所得でねすごく苦しい思いをしている方の希望になればなっていう風な非常に素晴らしい動機を持っていらっしゃる方なんですよ私も思うんですけども自分のためにやるよりも誰かのためにやるっていうモチベーションの方が強いんじゃないかなと思うんですよもちろん根底にあるのは自分のためっていうのはこれすごく大事なことなんですよでも誰かのためにやろうと思ったらこの誰かのための力が出てくるんですよね 自分のためにやろうと思ったら自分のための力しか出てこないんですよ。じゃあ、一期当選、百人力ってどういうことなのかそれは、誰かを守ろうとすることとか、誰かの道しるべになろうとする、利他精神なんじゃないかなと思うんですよ。多分多くの方が出勤されて、会社でお仕事をされてると思いますけども、これ、みんなのためにっていう考え方がなかったら、時間通りに出勤しないと思うんですよね。まあそういうところからも、誰かのためにやること、周りの人に使えること、 これが仕事というのかなと思いますし、そもそも働くっていうのは、旗ですよね。周りを楽にするということだと思うんですよ。まあそんなこともね、テーマに入れながら、あ1月の9日火曜日、21時から、ズーム対談で、品田直彦さんの魅力をどんどん出していこうと思います。そして、この日には品田さんから皆さんに素敵なプレゼントがあるということなんでね、私も楽しみにしております。それでは、当日よろしかったらお会いしましょう。よろしくお願いします。